せーの、王様ランキング TV ライト。皆さんこんにちは、こんにちは。テレビアニメ王様ランキングにてホクロを演じております山下大輝です。同じくテレビアニメ王様ランキングにてドーマスを演じております江口拓也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組はですね、毎週木曜日24時55分よりフジテレビノイタミナ他にて好評放送中のですねテレビアニメ王様ランキングにて、今月放送されたストーリーの中から、我々出演キャストでもあり、そしてね王様ランキングの大ファンでもある、我ら二人がですね、このシーン感動した、もう一度じっくり見てほしい、などいろいろな視点から振り返って、みんなとね感動を共有したいと思います。なのでですね、ここから先は、ネタバレがあります、なのでまだ見てないって方は気をつけてください、もうネタバレオンリーでいきますよ。もうオンリーですよ。オンリーゴリゴリ入れてきますよね。覚悟してください。よろしくお願いします、というわけでですね、早速、まあ今月放送された1話始まりましたよ。 いよいよ始まっちゃいましたね。始まりました。まずはついに生放送もね特番やらせてもらって早く見てほしいなんて話もしてましたけれども、いかがですか、始まったこのランキング。いやもうねワクワクした ねオープニングもかっこいいしさ。そうでも本編のあの映像でしょ。そうそう、もうなんかもう行き詰まっちゃった。でもエンディングのまたさ雰囲気の違った可愛らしいさ、ポッチと影の2人の豪華した感じで詰まってますよね。もうねあの一連の流れがねやっぱりもうめちゃくちゃ良くて、もう1話で感動しちゃった。いや分かります分かります。まず始まった感動と、なんか僕らってまずもうなんかスタート出し切ってる感あるじゃないですか。もうね漫画をこう見させてもらってから、うわー王様ランキングの世界観大好きだなっつって、これが映像化すんのかアニメ化すんのかみたいなところからのスタートじゃないですか、そう確かにね。だからこそちょっとこう目線もちょっと初めてっていうよりかはいろいろ知った上で見てるわけじゃないですか、また新たな感動たくさんありましたね。あるね。ねえ。いやーだからね、本当にね、もう毎話毎話、楽しみでしょうがないですね。いやもう本当そうなんです。まだ序盤も序盤なんですよ、今月まだ10月ですか。で言うと、第1話の裸の王子、そして第2話王子と影、そして第3話新しい国王。この3話が、放送されているわけなんですよ。まずはじゃあこの3話でね。印象深いシーン振り返っていきたいんですけど、印象深くねえシーンなんてねえわけなんですよ。そうね、そうなんです、これなんか前もってこのいろいろシーン上げてくださいって言われた時に無限に上がってきちゃってこれもうなんかピックアップするの大変だぞっつって、大変だぞどうしようっつってすごい悩んだんですけれども、なんかありますか、なんか1話から3話までこう振り返ってみて。やっぱ1話から3話っていうと、やっぱりそのぼっちと影の出会いから、その絆深まるじゃないですけど、そうですね、っていうところなので、そういった意味では関係性がよくわかるようなその影が影から見守ってみたいな、っていうところがやっぱり全体的に1話から3話強いのかなって思うな。確かにそうですよね、やっぱ物語でも主人公であるボッジがまずどういうキャラクターなのかっていうところからこう掘り下げられていて、だからもう影の主人公というかっていう立ち位置のその影が、ねとのやっぱこの関わりって今後もね、すごいね切っても切り離せないようなね絆がね育まれていくと思うんですけれども、そこからまたねキャラクターがたくさんいるわけなんですよね。1話から3話の中でも誰かななんて思うんですけれども、印象に残るキャラクター、ダイダー、ボッジの弟でもある、ダイダもそうですし、他に気になるキャラクター、
いや僕はあの個人的にはすごい、はい、あの、ベビンですか。あベビン大好きなので。なるほど、はいはいはい。もうアニメで動いた瞬間にかっこいいっつって、はい、なるほどなるほど、ベビンかっこいいっつって。いいですよね、ヒゲ、うん、も特徴的なキャラクターで、うん、ちょっとこうかなんだろうな、ダークっぽい感じしますよね、うん、ベビンって一瞬この喋り方もそうですし、うん、風貌とかも、うん、もしかしたらこのキャラクターってあれ、うん、敵あれどうおかしいな、仲間どっちなんだろうみたいな、ちょっとミステリアスな風味もありますよね、うん、それこそね、あの1話であの影と、はい、影を見つけた時に、はい、問答無用で 手を切ってバーッつ本当っすよね。そうそうそう、つわもの感はもうすごい出てる。めちゃくちゃつわもの感が出てるから。そうなんです、つわものといえばね、うん、やっぱり江口さんが演じてらっしゃるドーマスもね、出た、つわものの一人じゃないですか。そうですね、やっぱこの国を守るにあたり、うん、やっぱいろんなつわものが出てくるんですけれども、はいはい、その中にまあ四天王と呼ばれている 4人のうちの一人であるドーマス、うん、はい、もうね素敵なキャラクターというか、うん、この人もこの人で別の角度の強さというか、はい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 、純粋な強さっていうんですかね、うん、っていうところとかがね感じられるようなキャラクターだったのでね、うんうんうん、いやどこまで話していいのやらすごい今探りながらねなんか先を知ってるからすごい何かを言ってしまいそうなちょっとねドキドキ感もありつつ話してるんですけど、いやもうだから先を知ってるからもう1話から泣けるのよ、なんか。いやそうっすね、うん、そういう見方ありますよね、はいはいはい、あるんだよな、あこの頃のこの子たちみたいな。そうなんですよ、ぜひね原作も見ていただきたいんですけれども、うん、はい、どうしましょうかね、はい、一押しシーンあげます、もう。あ、一押しシーン、なんかねこう喋ってるとその一押しシーンのこと喋っちゃいそうね。なるほど、確かにね、なんか先に一押しシーンね消化しといた方が喋りやすい気するんだよな、うんうん、確かに。そんな気します。なのでちょっと僕らが、はい、まあ、1話から3話の中でここのシーンは見逃せないよねって、ここ絶対見てほしいっていうシーンをですね、はい、じゃピックアップしましたんで発表しましょうか、はい、だからせーのでいきましょう、いきましょう、はい、はい、せーの、はい、ちょっと待ってくださいね、じゃあ絵でちょっと解説しましたね。そういう、はい、絵で解説しました。このシーンなんだろうのコーナーですか、それ。このシーンみんなで当てようっていうコーナーです。いやいや分かるでしょうよこれは。ちょっと待って、これはどこのシーンだかもう一発で分かるやつですね。本当ですか、はい、ボスの口から魔人が出てくるところですね、はい、あそこなんですね、第3話。なるほど、誰かに蹴りかましてんのかと。違う出てくるところですよ。あなるほどね、だから口元からボワボワボワって出てるんですね、うん、なるほどなるほど。やっぱりこの魔人というキャラクターが、はい、まあ、今後もやっぱりこう、まあ、物語の中で、うん、まあ、強い意味というか、はいはいはい、それをまたね田所くんがね不気味にやるんだよね、うん、本当ですよね、うん、最初本当にこの人から出てんのか声みたいな感じのねすごい低いね、うんうん、そうなんか響くようなちょっと人とは思えないところでね、うん、そうそうやってました、ね、あれやっぱりなんかアフレコブースで聞いた時にこれは魔人やって思ったから、うん、なんかすごい印象にも残っててインパクトが、うん、まあその魔人のフォルムも好きだし、はい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 、あのなんか、はいはい、怖くないですかあの口角。いやもうねああいうなんか不気味なキャラクター好きなんですよ。うわ不気味キャラクター、不気味オブ不気味みたいなキャラじゃないですか。あの王様ランキング見てて、はい、あいつのあの感じ出てくるとは思わないですよ。確かにね、この後ろにさ、はい、この可愛らしい絵柄からはさ、うん、想像できないぐらいすげえ不気味なキャラだなって僕は思ってて、そうなのよやっぱりそのこの物語の中でも異質な存在ですからね、まあ、そこの魔人というキャラクターにも注目していただきながら、はい、僕はですね、はい、絵ではなく分かりやすく文字で、はい、2話の最後のボッチと影の、はい、ほう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 、このシーン、はい、漫画でも正直ボロボロだったんですよ僕。一巻というよりかも僕ウェブで読ませてもらってて、あの最初からもうほとんどもうボロボロだったんですけど、ここでもうぼっちもなんですけど、ぼっちもずっと我慢して我慢して表向き王様になるためにとか、いろんな人に心配かけないためにずっと笑顔でいようとか、そういう気持ちでずっと
頑張ってきてたのが、その影っていう存在がそばにいてくれるって約束をしてくれた、うん、ずっとそばにいる、見守っててやるよっていうのを聞いた瞬間に、うん、そのダムが溢れて泣いてしまう、あのボロボロした大粒の涙がはぁ、これはもうダメでしょ、仲いいやつおらんよみたいなもう、そうね、ここはやられましたね。漫画でも何度も何度もやられたんですけど、アニメーションで、うんうん、そのお芝居がついて、うん、ぼっちが動いて、い表情が変わって、うん、ボタボタ押してく、うん、あの絵を見てしまうと、うん、ダメでしたね、本当に。ずるいよね。ずるいです。これはもう泣かしに来てる、全力でもうアニメーションでも全力で泣かしに来てるのが伝わりました、本気の。いや、 やっぱりそういう言葉っていいよね、うん、なんかやっぱ日常生活だと、うんうん、なんかやっぱ曖昧な言葉とか、はい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 、ちょっ と、ね、遠めのなん、あんまりストレートな言葉って確かにやっぱ使わないように生きるわけですけれども、そうですね、もうやっぱ王様ランキングに出てくるキャラクターたちってやっぱシンプルなんですよ、はい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 、セリフが、はい、だからこそ伝わるというか、そうですね、うん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 、ストレートに刺さってくる、確かに相手に気持ちをぶつけるっていうシーンが結構多いかもしれないですよね、うん、だからこそなんか今そのね、いろいろこう言えないことだったりとか、こう隠しながら生きているけど、こうやってやっぱ伝えないと伝わんないみたいなこともね、うんうんうん、いやー、メッセージ性強いですよね。いや、もういいことを教えてくれるのよ、王様ランキングという作品は。本当そうどうすか、4話以降。4話以降はやっぱりその、はい、旅に出るっていうところがあるので、うん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 、まあその旅先でのぼっちの成長、はい、そして急激な変化みたいなものがあるんですよ。あります、はい、ありますよ。だからまあここからが怒涛の展開になっていくので、うんうんうん、やっぱりもう1話たりとも見逃せないなと。いや、もうほんとそうっすね、はい、もう全部言ってくれました、マジで今早く見たいです、早く見たい、そして見てほしい、はい、見てほしい、本当にでございますので、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。というわけで4話までね、その改めて4話がですね、11月4日から放送されますので、うん、ぜひ皆さんお楽しみに、うん、お楽しみに。というわけで4話まだ放送までに、ぜひね、今までの話を皆さんにも振り返って見てほしいということで、なんと一つここでお知らせがございます。何ですか。なんとテレビアニメ王様ランキングの一挙配信が決定いたしました、うん、いや、うん、ね、優しい、優しいですね、うん、優しいですね。もう見逃しちゃった方とかいらっしゃると思うんですよ、うん、あ、一話見逃しちゃったな、でも2話から入るのな、うん、みたいな人、うん、大丈夫です、はい、この一挙配信、はい、配信日なんですけれども、こちら11月27日28日の2日間、うん、2日間でですね、はい、ニコニコ生放送にて配信でございます、うん、こちら1話から7話まで、7話まで、そんな見せてくれるんですか。超贅沢、うん、ね、一気におさらいできますんで、ぜひご覧ください。この際にぜひね、まだ見てない人におすすめなんかもしちゃってください、よろしくお願いします、うん、お願いします。詳細はですね、公式サイト、ツイッターにてご確認ください。はい。というわけでですね、テレビアニメ王様ランキングはフジテレビノイタミナ他にて毎週木曜日24時55分から好評放送中です。そして Amazon プライムビデオでは、見放題独占配信中でございます。そしてですね、来月も、はい、我ら二人でテレビアニメ王様ランキングについて熱くトークしていきたいと思います。やっちゃうよ。やっちゃいます。それでは、うん、来月またお会いいたしましょう、うん、ここまでのお相手はおくろ役の山下大輝と、どうも、主役の江口拓也でした。バイバーイ。バイバーイ。